皆さん大好き東横山ラーメンストリートにあるカツ屋さんに今日は行こうと思います。なんとカツ屋でついにラーメンがという情報を聞きつけて、豚骨タレのチキンカツ食べに行きました。だってチャーシュー顔だもん。ラーメン食べ歩きを考えていて会話になり、〇〇さんってチャーシュー顔だもんなって、私はもやし顔だから、などなど、あなたは何顔ですか。結局はとんかつ食べに行くことに決めました。そして城東高校の卒業生の方、懐かしの城東高校でございます。皆さんこんにちは、ウォーキングエローです。週末食べ歩き、今日はラーメンじゃなくてとんかつに向かってます。夏の夕暮れ、西日がひどいです。眩しいですね。そしてこちらの道路を曲がってすぐにあるのがカツ屋さんですね。泥も食べに行きたいな。店の前にある上りを見ていて、結構気にはなっていたんですよね。豚骨タレのチキンカツってなんやねん。豚骨チキンカツ丼、これこれ、すごいな。チャーシューが入ってますね。そして普通のカツ丼540円から。安いよねカツ丼が。大学院入学した頃はカツ丼を毎日食べてましたね。当時は420円で安かったな。蕎麦屋のカツ丼大好きでした。と昔話。今はカツ屋があっていいな。着丼届きました。チャーシューがっつり乗ってます。せっかくなのでチャーシュー顔という評価をいただきましたので、チャーシューマシマシにしてみました。大盛りでございます。チャーシューが有名な豚汁も一緒に食べちゃいますよ。それではやっぱりチャーシューからいきますかね。かなりでかくてカメラ持ちながらだと出てきません。でかいな。ようやくつかめました。この大きさでございます。いただきます。パクリ、うましいでございます。ここからは定点カメラで食べながら解説していきますけど、チキンカツ結構食べ応えありました。そしてチャーシューを2枚目いきます。でかいですこれ、本当に掴むのがやっとって感じ。この大きさ分かっていただけますか。そしてチャーシューの下にはラーメンっぽい感じでもやしがたっぷり入っております。もやしパクリ、豚骨味でございます。そしてこの豚汁がうまいんですよ。もう豚汁だけでご飯をね2杯ぐらい食べれますよ。うまいな豚汁。豚汁で思い出しましたけど、若い頃は豚骨顔とも言われてましたね。豚骨顔、醤油顔、塩顔、そういうのありましたよね。知らないですよね Z 世代は。っていうか Z 世代見てないですよねこの番組は。手の傷がなんかちょっと気になりますよね。擦り傷が治らない年になりました。この後もやしと、もやしの下にある豚骨汁というか豚骨スープが染み込んだご飯出ますよ。こんな感じ。これがうまいんです。普通の白ご飯じゃないんですよね。だけど考えてみればカツ屋さんも結構冒険しましたよね。一番美味しいカツ丼もありますけど、やっぱりこういうチャレンジ精神大事ですよね。チキンカツうまいんじゃ。
よく考えましたね、チキンカツと。でこの豚骨スープの漬け込んだご飯がまたうまいんですよ。味変いきます。やはりテーブルにあるからしつけないわけにはいきませんよね。ちょっと辛みを増す方がとんかつ系はうまいんです。自分はいつもからしをつける派なんですよね。っていうかまあこの間ずっとベラベラ喋ってみましたけど、定点カメラでこの喋り続けるのってどうなんでしょう。よかったらコメント高評価よろしくお願いします。低評価はいりませんよ、優しいコメントだけお願いします。企画として黙って黙々と食べる動画にしてみました。どうですかこういうのは。もう一品いかがですか。ついつい買って帰りますよね。じゃがいもがうまいポテトコロッケ90円、アジフライイカフライありました。そしてここからは定点カメラのよくある高速になるところですね。バクバク食べてます。そして一服、一服長いんやないかい。腹いっぱいでも別腹、まだまだ明るいので今日はローソンに寄って帰り寄りました。エビタルタル味、こんな感じ。これはこれで美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。ラーメンファンの方、カツ丼ファンの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。まだまだ食べに行きますよ。それではまた。